本記事では、キリスト教における神の子の概念を主に扱う。神の子は、キリスト教において、多義的である。ラテン語でのデイ・フィリアスは、カトリック教会で、特に第一バチカン公会議で出された、教皇令を指して用いられることがあるが、本校では承述しない。老画法によるイエス・キリストの遺恨キリスト教において、三位一体の神のちの子なる神である。神の子は、受肉して、 イエス・キリストとして、この世に来たと信じられている。前述、公述の通り、神の子は三位一体の神のうちのこなる神のみを指す、わけではない。この語義であることを、特に明確にする場合には、こなる神、神の一人語、御子といった表記が使われる。神の子は、旧約聖書において、メシアの称号でもある。メシアとは、油付けられし、ものとの意味であり。 待望されていた救い主としてのメシアに限定されない称号であるが、仲介者によっては、旧約聖書のいくつかの箇所につき、神の一人子、イエス・キリストが予言されていると解釈されることがある。例えば、詩編に、七における、子は、神の一人子、イエス・キリストのことが予言されていると、キリスト教においては解釈されることがあり、これは、使徒行伝4時25分4時25分、 新約聖書においては、神の子は、待望されていた救い主としてのキリストという称号と、共にしばしば用いられている。福音書、編集福音書において、イエスキリストを、神の子と呼んでいる箇所として一家が挙げられる。上記箇所を分類すると、以下のようになる。また、神の子という文言で表現されずとも、三位一体の、神の内父なる神とも呼ばれるからの声として、イエスが、 子と呼ばれる場面において、イエスが神の子であると表現されている箇所がある。使徒書、編集使徒原稿録、使徒の手紙において、イエス・キリストを指して、神の子と記述している箇所として一家が挙げられる。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろうがドイツ語で書かれている。ステンドグラス・キリスト教においては、神の一人子として、イエス・キリストを指す。 神の子の語義の他に、キリストを信じる者、神から祝福された者、神を信じる者を指して、神の子と呼ぶ用法がある。この用法においては、新約聖書における、ローマの信徒への手紙八章十四節、すべて神の御霊に導かれているものは、すなわち、神の子である。がしばしば挙げられる。他に、マタイによる、福音書語、旧における、平和を作り出す人たちは、 幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろうが挙げられる。旧約聖書においても神の民を指すものとして神の子の概念は登場する。例えばが挙げられる。旧約聖書では神の民、神の養子という意味での神の子の他に様々な概念がある。そのうちには解釈が分かれるものがある。例えば創世記録書を2節における。 神の子たちは、瀬戸の子孫であると解釈されることもあるが、天使を指すと解釈されることもある。シリアのエフレムなどの多くの恐怖、およびトマスアクイナスは、前者の説をとる。ありがとうございます。